おはようございます。ジャスト株式会社代表関間関です。今回もちょっと経営の話で、はい、最近なんだろう、ドラマで、NHK のドラマで限界集落株式会社って見たことある？あ、ないです。ない。聞いたこともない。はい、聞いたことはあります。聞いたことある。はい、あとナポレオンの村って、はい、TBS あれ見た？ことある？名前だけです。まあ、両方要はもう限界集落。はい、まあもう廃村になるんじゃないかっていう村を建て直す話だよね。はい、うん、ちょっとそれに関して建て直しと基本原理、はい、まあ、会社もそうなんだよね。はい、なんだろう、村ってなんだろう、何の象徴だろう、何の象徴、うん、コミュニティというか共同体だよね。はいはい、共同体で、まあ、限界集落株式会社でしょ。株式会社は組織だよね。はい、組織と共同体の違いって、まあ、ちょっと前説明したんだけど、わかる？覚えてる？目標目的が内部にやるのか外部にやるのか。内部にやるのが組織です。マジ？あ、すいません、共同体です。共同体だよね。はい、外部にあるのが組織です。組織で、ちょっと分かりづらいんだけど、例えば内部にあるってことは、目的が内部にあるってことは、こうみんなでこう暮らしやすくしましょうよね、はい、楽しい村にしましょうよね、はい、っていうのは共同体で、はい、外部にあるっていうのは目的が外部にある、このマーケットを良くしていこうよ、はい、自分たちの外にあるものを良くしていこうっていうのが目的になって、はい、その活動のために組織があるよね、はい、で、限界集落株式会社っていうのは、これは共同体から組織に変わる、はい、で、要は村がダメになってってるよね今、はい、なぜだと思う？自分たちだけ良くしようとするからってことですか？そう、共同体だからなんだよね。共同体って希弱なんだよ。はい、なぜかっていうと、この感覚なんだよね。はい、こう好き嫌いとか、はい、だから自分に合わないもの、自分たち異物はこう排除していくんだよね、はい、だから若者も出てっちゃうんだよね、はい、で、組織っていうのは逆だよね、はい、要は異物こそ入れていくんだよね、うん、なぜかっていうと、強み弱み、自分たちの強みを生かしてこの弱みを打ち消そうとする場合に、はい、違うものがいればいるほど組織は強くなっていくので、うん、はい、で、共同体は異物がいればいるほどこう暮らしにくくなるから、弾き出しちゃうんだよ、はい、で、大概若者で才能があるやつって村で異物になってくるので、みんな東京に出ちゃう、はい、なので日本の地方、特に田舎がダメになっていくのは、はい、共同体だから、うん、異物にしちゃってるんだよね、はい、で、そいつを追い出しちゃったら、うん、どんどんダメになっていくるんだよね、はい、うん、なのでその村とか田舎がダメになっていくっていうのは地理的な条件ではない、はっきり言って心理的な条件だよね、はい、要は目的を外に持っていくか内部に持っていくか、ね、はい、で、こういうところに暮らそうとするのはやっぱこの凡庸な人間というか、うん、凡庸以下の人間でしかいない、残っていかないんだよね、はい、ダメになるわけなんだよ、うん、で、やっぱ立て直すにはやっぱ外見ようね、うん、で、組織化するんだよね、はい、うん、うん、組織化するってことなんだよね、はい、で、これで要は立て直す、両方だよ、ナポレオンの村も限界集落、限界集落、うん、株式会社もそう、はい、で、そうすると今度個々が生き始めるんだよね、はい、うん、なので地理的条件関係ないって話だね、うん、うん、で、ということですね、はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。